はい、どうもこんにちは、むかげです。今日はね、こちらのじゃんと新しいスマートフォン用の、ジンバル iSteadyV2 っていう商品をね、ご紹介しようと思います。こちらの商品ね、ホヘムっていう会社が、作っているんですけれど、コスパ最高の、スマートフォン用ジンバルを出しているところで、そのラインの中で iSteady シリーズっていうのがあるんですけれども、そのね最新モデルっていうことで AI っていうのがね、とうとう、搭載されたモデルということで、今日はねこちらの商品っていうのを、紹介してみようと思います。はい、じゃあね、まずこちらの方を開封していこうと思います。ね、もう箱はねもうすごくシンプルなんですよ。箱の状態でね、軽いというかコンパクトなジンバルだっていうのが分かるんですけれども、まず最初にこのペラ紙、アプリのダウンロードコードであったりだとか、あと簡単な使用法っていうのが書かれています。そしてここにあるのが、これはケースですね、ジンバル用のケースと、そしてここに入っているのが説明書が入っています。で、奥に入っているのがこれ、もうね持った感じで分かるこの軽さ、本体とあと三脚ですね、そして USB-C のケーブル、これだけが入っている、すごくシンプルなものとなります。はい、もうね本当ね、これだけなんですけれども、もう持った感じでねめっちゃ軽いっていうのが分かります。ちょっとね重さ測ってみます。ちゃんと 260g、もうめっちゃ軽いですね。これかなりねコンパクトなんで、例えばねこちらはね以前このチャンネルで紹介した、スマホ用のジンバルなんですけれども、それとね比較しても、サイズ感というよりも重さがね全然違いますね。このオウチュアンっていう方は重さがね約 390g なんで、やっぱりね重さっていうのが持った感じかなり違うのが分かります。でこの、ね、サイズ感はね、例えばねこのハンドルをつけた GoPro なんかとほとんど一緒なんで、なので例えばこのズボンのポケットなんかにも全然入るサイズ感ですね。でね、この状態デフォルトの状態だとこれ完全にロックされている状態なんですけれども、このロックの外し方ですね、このロック方式に関してはちょっとこう癖はあるっちゃ癖があるんですけれども、慣れればね全然問題のないレベルで、まずねこの留め具のところをグッと外すと、そうするとねこのハンドルっていうのが動くようになって、その次にこのノブっていうのを回してロックを解除してこのようになります。じゃあね早速このジンバルにスマートフォンをセットしていこうと思うんですけれども、セットの仕方っていうのは、こういう感じがデフォルトですね。ここにスマホをねかますところの上のところにこういうちょっとこう面玉みたいなものがあるんですけれどもね、これがね結構ありがたい機能なんだけれども、それもちょっと後で説明しますけれども、こちらを上にしてスマートフォンをセットします。そしてあとはここにある電源ボタンっていうのをオンにします。はい、このようにもうすでにねバランスっていうのを取ってくれているような状態になります。はい、じゃあね早速ねこのホヘムの iSteadyV2 のジンバルに内蔵されている AI の力っていうのをねご紹介しようと思うんですけれども、これがね、結構すごくて、使い方っていうのがねすごく簡単なんですよ。でこのジンバルの上に、ボタンがあるんですけれども、これをねちょっと長押しします。そうするとね赤いマークっていうのが点灯するんですけれども、これだけでこのジンバル側の AI っていうのが作動準備可能なんですね。まだ AI っていうのを作動させていないんですね。でトリガーとなるのがジェスチャーなんだけれども、この OK マーク、これ一つでもうすでに iSteadyV2 の AI っていうのが作動しているんだけれども、これだけでこのジェスチャー一つでですね、もうすでにねこう被写体のトラッキングっていうのを開始してくれるんですよ。こういう感じで僕がね動いても勝手にジンバルがついてきてくれるんですね。これはいわゆるそのアプリケーションを通してとかではなくて、このジンバルが勝手にやってくれていることなんですね。これジンバルに内蔵されているんで、で他にもこうジェスチャーでできることっていうのがあって、例えばこう縦位置撮影をしたいっていう場合はこのジェスチャー、これだけでもうサクッとこう縦位置ができてしまう。でもちろんこれでも被写体っていうのを縦位置の状態でも追尾をしてくれるっていうことでね、でこれを戻す場合っていうのはまたこうやってこの OK マークで AI を作動させて、あとはこういったこうジェスチャーでこういうふうなアクションを取ることができるんですけれども、これが全部こうジンバル側がやってくれるんですよ。これ結構グッときますよね。っていうのも別にねスマホである必要っていうのがないんですよ。例えば
GoPro とかでもこのトラッキングっていうのが使用できるんですね。ちょっとね試しにちょ GoPro でやってみようと思います。はい、じゃあで今この iSteadyV2 に GoPro Hero 9を装着しました。で同じように電源を入れます。そして上のボタンを長押しして、そうするとこのように GoPro を使っていても自動追尾してくれるんですよ。で当然縦位置にもこういうふうに縦位置変化っていうのもできますし、戻すことも簡単にできるということで、例えばこういったこう自動追尾とかっていうのをアプリケーションを通して行うことっていうのはこれまでもあったんだけれども、これがねジンバル側に内蔵されたっていうことで、もうデバイスを選ばず、それこそまあスマホだけじゃなくて今みたいに、GoPro でもこういったトラッキングシステムっていうのを使うことができる、なのでこれまでこうジンバルっていうとどうしてもこう屋外でね使用するっていうイメージが強かったんですけれども、こういったジンバル側にトラッキング AI っていうのがついたことで、室内でのこう撮影力っていうのがぐっと上がったような印象なんですね。もう一つ追加機能っていうのがあって、このね上の部分、ここを押すとですね、ここにねライトっていうのが搭載されてるんですよ。3段階の1、2、3っていうことでライトが使うことができて、なのでジンバル側でトラッキングっていうのもできるんだけれども、それだけじゃなくてこういったフェイスライトもジンバル側に内蔵しているっていうことで、これかなりね室内でのこう撮影であったりだとか、あとストリーミングなんかにも、かなりこう使えるかなというふうな印象です。ということでこのジンバルっていうのは、この AI っていうのが一番の魅力ではあるんだけれども、実際のねこう手ぶれ補正っていうのを検証するためにちょっと外を歩いてきたので、その映像をご覧いただこうと思います。はい、ということで今ね外に持ち出してジンバル使ってますけど、やっぱりこのねスマホジンバルのこの利便性はいいな。ただね今使っていて感じた欠点っていうのは、結構ジンバルのね可動範囲っていうのは狭いですね、ほぼほぼこの角度でしか使えないっていうところがあるかなと思います。じゃあちょっと今から階段登ってみます。いや、手ぶれ補正はね、やっぱりかなり優秀だなと思いました。でね、で、これが自撮りモード。これならかなり使えてるんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。ジンバル効果っていうのもかなり良かったです。ただ1点気になったのはね、ちょっとアングルの自由度っていうのは低いかなというふうに率直に感じました。特にこうローアングルなんかでね撮影しようとした場合、どうしてもこうスマートフォンがもう下に向いちゃって、そういったこう撮影が難しかったりですね、なかなかこうカメラの方向っていうのが思い通りにねコントロールできないっていう風な、そういったねことがあるんですけれども、こういったねいわゆるこう目の前で顔の前にこうカメラを置いて撮影するっていう風なシンプルなアングルでは全く問題はないんですけれども、ちょっとこう変わったアングルでね撮影しようとした場合っていうのは、ちょっとなかなかこうカメラの方向っていうのをコントロールするのが難しいかなという風に思いました。はい、ということでね、この iSteadyV2 のやっぱり最大の魅力っていうのは、このジンバル側に AI っていうのが搭載されていて、でそれを使用するのがすごくこうカジュアルに使える、ボタンを押してこの OK マーク、それだけでもうねすぐに AI っていうのが作動されて、簡単にねこうやって簡単に使えるっていうのが、これはかなり面白いなというふうに思いました。やっぱり特にさっきも言ったんですけれども、これまでこうジンバルっていうとね、外に持ち出して使うっていうことが一般的だったと思うんですけれども、こういったこうジンバル側にねこう AI っていうのがつくことによって、こう室内での撮影、特にこうやっぱりトラッキングですよね。でもやっぱりトラッキングっていうのを、すぐに本当に作動させることができる。しかもこれアプリケーションを通して行っていることじゃないんで、撮影アプリとかもね、標準のカメラアプリも使うことができるし、サードパーティー製のアプリでもこういったこうトラッキングシステムっていうのを使うことができる。でしかもそれはこうスマートフォンだけじゃなくて、さっきもご覧いただいたように GoPro なんかでも使うことができるっていうことで、かなりやっぱりこう室内撮影の幅が広がるなというふうに思いました。であとね、何気にこの上にやっぱりね
フェイスライトがついているっていうのも、まあ、室内撮影だとか、まあ、ストリーミングをする際にはかなり、ね、助けになるんじゃないのかなというふうに思いました。はい、ということで今日はホヘムの新しいスマートフォン用ジンバル i3v2 を紹介しました。またねこのジンバルは使っていこうと思いますので、気づいたこと等あればこのチャンネルでお伝えしようと思いますので、気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でお迎えでした。